から1926年7月4日は、フランス生まれの音楽家、作曲家、フランス陸軍大衣。君四等随法賞、君五等曲実賞、レジオンドイコールヌール勲賞。軍楽の指導を通じて、日本への近代音楽の普及発展に貢献した。その作品、不走歌、抜刀隊の二つを編曲した、陸軍分裂行進曲は、現在も、 陸上自衛隊及び日本警察の関越式などで行進曲として使用されている。1851年、パリの高級家具業を営む裕福な家庭に誕生し、幼少より音楽を学ぶ。1870年、パリ音楽院に入ってピアノを専攻。アントワーヌ・マルモンテルに指示する。1872年に招集され、陸軍に入り、 不評第62連隊に配属される。翌年に連隊軍学兵となる。1875年に不評第78連隊に転属し、副軍学隊長に就任。1879年に同連隊軍学隊長に昇進し、吹奏楽やピアノの作、編曲が出版された。1884年、第三次フランス軍事顧問団の一員として、 来日した。前任のギュスターブ・シャルル・ダグロンの後を受けて、早々期の日本陸軍軍学隊の指導にあたり、不走家、抜刀隊などを作曲した。1886年に、訓後当局実証を受けた。1889年に帰国し、リオンの不評第98連隊軍学隊長に任ぜられた。1897年、オフィシェダーアカデミー賞を受けた。 1899年、一等学長となった。1900年にはレジオンドイコールヌール勲章を受けた。1906年、フランス陸軍を退役し、モンソーレミーヌに住んだ。同地単行街の吹奏楽団の指導などに、携わった。1910年、日本の古典音楽ラミュージッククラシークジャポナイセと、題して、フランス初の日本音楽研究の論文を発表した。同年、 君四等随法廠を受けた。裁判年は、ベルサイユ市に住み、1926年7月4日、同志マジェンタ街の自宅で死去した。74歳。それまで、促成的で稚拙でもあった日本陸軍の軍学隊と、その教育を抜本的に改正した。軍学隊員に試験を行い、教育軍学隊という中核要員を編成すると、ともに、教則本に基づく、 楽器奏法、音楽理論、ソルフェージュなどの基礎教育を徹底的に行い、軍楽隊規則を定めて、軍楽隊を統制した。こうした思い切った改革により、陸軍軍楽隊は、急速に技術を向上し、ルルーが着任した翌年に、6名間で、抜刀隊、不走火の2曲を発表するまでとなった。さらに2年後には、日本陸軍は、この絵、大阪と、 軍学基本体の三個軍学体を有するに至った。軍学体の指導にとどまらず、日本の音楽のために、精力的に活動した。1887年には、六名館に本部を置き、伊沢修司、鍋島直弘公爵、帝国大学教授、フランツエッケルト、ギオームソーブレー、東京音楽学校、陸軍軍学隊、海軍軍学隊、式部職霊人の代表者らと、 日本音楽会を結成、これに指揮者として参加し、名声を上げた。ルルーは、音楽取り調べ係や雅楽稽古書とも交流して、日本音楽を研究し、作曲を残している。軍楽を短所として、西洋音楽そのものを日本に普及した功績は、極めて大きく、また、フランス帰国後積極的に、日本の雅楽などの紹介に努めた。論文。 日本の古典音楽ラミュージッククラシックジャポナイセでは、サイバラ、カグラ等の日本の音楽の学理を、中国の古典音楽を参照しつつ高級し、ミア、ショウ、カク、あるいは変、ヘン、エイといった古式の日本音階をすべて西洋の五線譜の記法にマッピングするとともに、東洋音階と西洋音階を通移する回転ディスク型の音階間サングを紹介している。またサイバラ、ムシロダ。 カグラ、千歳などの日本の古式布を西洋式の五千布にこぼし、記して採布し、紹介している。これらは世界的にも初めての試みであった。このような西洋と日本を結ぶ音楽大使としての重要な役割を音楽の学理的研究を通じて果たした功績は非常に大きい。また、君が世の編曲にも関与している。日本において最も知られている。 不走家、抜刀隊、陸軍分裂行進曲以外にも生涯を通じて、極めて数多くの作曲、編曲を残しており、フランスで多数出版されている。この他にも多くの作品がある。作風は平易かつ優雅であり、フランス古典を音楽の伝統に則っ,った、堅実なものである。長年ブラスバンドを指揮してきた手腕は、編曲において、 各楽器の持ち味を存分に引き出しているところなどに遺憾なく発揮されている。ルルーは性質を大き過断にして武士的典型を備えしまれに見る高潔の死であったという。人柄を伝える逸話として次のものが残る。ルルーが帝国陸軍の雇いを解かれて帰国する折、軍学長四元章一家に対して、ヨが諸君に 音楽の教授を試み教の両結果を見るに至ったのは筆教全人教師その人のまいた教育が発達したもので数字をも知らないものに分数教授を解くのは何らの益のないのみか虚しく貴重な時間を消費するに過ぎないしかるに諸君は硬さにその域に進んでいたのであまりが不つつかのある教授もよく今日の好結果をいたした四つ元軍学長に望むところのものは君が 王子フェントンナミダクロン等に教授されたところを維持されたごとく、ヨが教授したことによって落手諸君をして将来を維持せられんことをと訓示したという。ルルーは帰国時8ヶ月もの任期を残したまま日本陸軍の雇いを説かれている。帰国後1889年にルルーが普通陸軍省に提出した報告書には、 日本人は決して良い音楽家ではないと断言できます。まずその転生が音楽に向いておらず、さらに音楽上でより重大なことは音感を書いており、楽譜に誤りがあっても見分けることができず、それを修正することは不可能で、音楽においても他の事柄同様にも倣者であります。あいにくこの技術は形式だけで成立しておらず、すべてを模倣することは不可能です。とうとう、 当時の軍楽隊、ひいては、日本人の音楽性に関する失望とすら取れる、相当多て厳しい批評が述べられている。しかし一方で、陸軍隊駅直前フランスに留学してきた教え子の、長井健士を手厚く偶したことや、また、その後の著作、日本の古典音楽ラミュージッククラシックジャポナイセにおける、日本の古典音楽への到徹した分析ぶりには、早々期の稚拙な陸軍軍楽隊、 ひいては明治一心感もない、幼い日本帝国に対する、不正にも類する心情からの愛が見て取れる。陸軍退役後、日本の軍楽隊がロンドンの博覧会に招かれて演奏を行い好評を得たことを聞き及んで、その成長を強く喜ぶ書簡が残されている。ありがとうございます。